つをもう一度やらせてください。転校の挨拶？もう一度ってどういうこと？空晴れ渡るです。真城さんの家でお世話になっています。さっきと同じじゃん。し、でも私は恥ずかしがり屋ではありません。私は早くこの学校に馴染みたくて、皆さんと仲良くなれるのならそれでもいいと。でも気づいたんです。やっぱりちゃんと自分のことを知ってもらわなきゃダメだって。私はヒーローを目指しています。ヒーロー？だから体を鍛えていて運動には自信があります。私はここに来たばかりで慣れないことも多くて、でも真城さんと友達になって新しいことをたくさん知って、この学校に通うのもすごく楽しみで、だからもしよかったら皆さんと友達になりたいです。よろしくお願いします。話してくれてありがとう。スカイナビアだっけ、スカンジランドだっけ、まあなんでもいいや。遠くの国からようこそ、ヒーローガール。その呼び方かっこいい。よろしく、よろしく、よろしく。仲良くしてね。私たちはもうとっくに友達だよ。